TV ミネオ TV。 はい、皆さんこんにちは、です。ミネオです。本日ラビナ切断に来ております。こちらはですね、こちらの九庵町、こちらから少し下に行ったところの場所にまたジンオーガさんがなんか出没しているということで、これはまたぜひ仲間にしないといけないなと現れました。そして一番下のところにね、この猫タクシーあるので、初めてこちらに来る方はこの一番奥の猫タクシーのところまで来て、猫タク登録をしてからね、やると連戦とかすごくしやすい、そう思います。そしてこの行き道のところにね、こういう鉱石も結構ありますから、拾っておきましょう。そしてまさかの金の洞窟が2つで、ここに大体寝てます。この辺りに大体寝てますから、はい、まだね、お尻からアタック。はい、この辺り結構強くなってきますので、これは必ず後ろからバックアタックしましょう。そして、こちらまたね、今回お祈りの方は攻撃力アップをつけてます。攻撃力アップをつけずに行っても大丈夫なんですけど、まあつけてた方がかなり安全に戦えるかと思います。で、ジンオーガさんはまずは、ね、スピード属性です。スピード攻撃をしてくるので、それに対応していきましょう。はい、 OK、 いいぞ。で、アユリアさんは割と回復、あとバフ結構バリバリかけてくれますので、もう任せていいかと思います。で、ジンオーガさん、ここで帯電来ました。はい、この帯電が来ることによって攻撃のスタイルが変わります。はい、帯電1回目が来ることによって今度テクニック攻撃をしてきます。テクニック攻撃をしてくるんで、こちらはパワー攻撃に切り替えないといけません。なのでお供をここで切り替えていきたいところです。はい、いい感じですね。はい、これで青柱を、パワー攻撃で、はい、こちらを狙っていってダブルアクション。はい、ナイス。ダブルアクション、ナイス。はい、お尻アタックね。はい、これ毒も入りました。そしてこのまままたパワー攻撃を続けていきます。相手はテクニックで攻撃を続けていきます。いやー、この本当必殺演出かっこいいですよね。 OK です。少しずつ削っていきましょう。はい、ここもまだパワー攻撃かな。そうですね、まだパワーでいいと思います。で、もう一発これ落雷来そうですね。おっと、危ない。さあ、これで3分の1は削ったかな。そしてここからですね、ここからこのジンオーガ超発電をしていきます。で、この超発電になった場合ですね、あ、ごめんなさい、超帯電でした。すいません、間違えてしまいました。超大電、超大電になった場合、もう一段階攻撃スタイルが変わります。今度はパワー攻撃が主体になるので間違いないでください。で、ここで相手のダメージを上回りキャンセルが入った場合はこの大電が飛んでしまうので、ここも要注意です。さあ、ここでライドオンをかます。そうするとこの大電攻撃が1回飛ばすことができます。はい、できました。で、これで一旦ダウンしました。で、帯電効果が切れておりますので、これで次の攻撃からまたスピード重視に変わるはずです。ただそのあたりを、頭に入れておかないとまた大ダメージを食らってしまう。
この時はまだ私よく分かってなかったんで、なぜかスピード攻撃をしようとしていますが、本来ここはテクニカル攻撃をしないといけない。わかりますか？はい、これはナイスショット。お父さん、ナイスショット。さあ、ここですね。ここで本来はテクニカル攻撃を持っていくところですが、なぜかスピードを持っていこうとしています。これ間違いですね。皆さんは間違えないようにしてください。そして、以前のコメントにもありましたように、このジンオーガさん割と落とし穴もりもり効くらしいんで、なかなかちょっとね、おっさん倒せないんだけど、そういう方は落とし穴試してみてはいかがでしょうか。アタック、はい、アタック、はい。これだいぶ弱ってきてますね。これ私実はあのね、倒すの3回目なんですよ。あの今回なかなかあの起走してくれなくてですね。さあ、ここでそろそろ仕上げにかかりたいところなので、あの帯電帯電によって、スピード属性、テクニカル属性、そしてパワー属性という形で変わっていくということを覚えておけばだいぶ楽に勝てるかな。で、レベルの方は一応ですね、20ぐらいあれば、まあ、勝てるという情報をいただいております。私これ確か22だったかな、はい、なんですが、まあ、20ぐらいあればということなんで、最初にとりあえずやっぱり陣王が欲しいよねという方が20レベルぐらいで挑むのが、まあ、精神上いいとは思います。さあ、あともうちょっとだ。このまま押し切りモードでいけるか。こういう事故がね、アウリアさん割とワンパンマンだからね、ちょっと危ないんですよね。あのこの場合、あのどちらかがあのハートが3つなくなった場合でもうゲームオーバーとなってしまいますので、かなり注意が必要です。自分だけがいい、自分だけがいいならそれでいいじゃないかと、そういうことではこのゲーム成り立たないんですね。やっぱり味方も助けてあげないとゲームオーバーになってしまう。なかなかいい共闘になっていると思います。はい、なんとか、無事討伐と。そして来そう、ナイス。まあ、ペイントボールはやっぱりね、55% まで上がってたのかな。なんでまあ2分の1ですね。はい、はい、というわけで、じゃあ、起草で陣王がのすりやってまいりました。で、ここからはもうあとね、また早送りさせていただきます。さあ、ここからは卵ガチャだ。まあ、なかなか難しいね、今回は。今回はまあノーマルということで、とりあえず持って帰りましょう。そういう時もある、ね、人生そういう時もあるでしょう。はい、じゃあこれで外に出て一旦また村の方に戻って卵孵化させていきたいと思います。はい、厩舎の方に戻ってまいりました。じゃあこちらで卵孵化させていただきます。こちらのきらめく我流の卵ですね。
はい、無事陣容合算ゲットありがとうございます。ということで、場所の方またね、他の場所もあるかもしれませんが、一応あの場所が猫タクからも近いということでさせていただきました。で、一応装備の方は前回から特に更新はしておらず、レイヤー装備となっております。なので、まあもうちょっと装備整えていったり、まあ先ほど申しました、落とし穴こちらを使っていくともう少し楽に狩れるかもしれません。ただこれやっぱレアじゃないとなかなかね、このヘナチョコ具合のなかなか遺伝子ついてしまったので、またもう一度ジンオガさんはね改めて取りに行きたいと思います。ということで、せっかくなんだからね、やっぱり使いたいよね。序盤に頑張ってチャレンジして獲得していってはいかがでしょうか。それでは皆さん失礼いたします。